どうも
ありがとうございました。ラテン鎮魂の福さんということで、本当に我々この舞台に立たせていただいて本当に感謝でございます。震災から4年半、一生懸命皆さん一生懸命に頑張っております。我々も太鼓を叩いて、それでも多くの人に元気と勇気を与えたいということで、全員仕事を持っておりますけれども、日夜練習に取り組んで、いつでも元気を与えられるような太鼓を叩こうということで頑張っております。今日はこの素晴らしい国立公園の我がふるさと宮古のこの浄土浜の浜辺で太鼓を叩けると本当に幸せでございます。これからも我々頑張ります。どうか一生懸命に頑張って被災を乗り越えている方たちにともに、これからも頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
山口大工の会の皆さんでございました。熱演でございました。ありがとうございます。